精神的に強くなる方法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。謎の精神障害者さん、27歳男性。カバサワ先生のように精神的に強くなるにはどうしたらいいですか、という質問でございますけども、私が精神的に強いというふうに見られているというのは非常にありがたいことだと思いますけど、私別に精神的に強くないんですよね。精神的に強いというよりはあんまり物事にこだわらないだけっていうね、そういうふうに言った方が正しいかなというふうに思います。メンタル的にタフなのかなというふうにこう今質問されて思うんですけど、だいたい辛いこととかやらないのでね、そもそもね辛そうだなと思ったら最初からやらない、やり始めたらまあ最後までやり通しますけども、とか結構適当ですよ。私意外と皆さんが思ってるよりは結構適当ですよ。例えば結構私運動を習慣にして週5回ジムに行ってますとか言うんですけど、やっぱりたまに行きたくない時もあるんですよね。たまに行きたくないな、今日どうしようかな、どうしようかなっていう時もあります。まあ、結局行くんですけども、それは自分の中でルールを作っているので、迷った時は最初に決めた通りするっていうことですね。今日は本当調子悪いから絶対今日は行かないっていうふうに思ったらそれは行かないんですけども、迷った時は最初の通りやるようにしています。あるいはですね、例えばその本のアマゾンレビューでね、星一つの批評が書き込まれたらね、これは落ち込みますよ、当然ですけどね。落ち込むので読まないようにしています。基本的に一切読まないですね。あるいはフェイスブックとかソーシャルメディアで悪口を書かれたらどうする、カバサワさんはへこまないんですか、そんなことも言われますけど、へこみますよそれはね。だからへこむので一切見ないようにしてます。だからまあしばらくそういう自分の悪口を見たこともない、聞いたこともないですけども、はい。だからメンタル的に強いのかっていうと、まあ、強くないんですよね。強ければ別に読んでもへっちゃらじゃんって、ね、多分ホリエモンさんとかだと全然へっちゃらなんでしょうね。逆に炎上させるようなことをどんどん変えていくので、ああいう人はメンタルに強いんだと思うんですけど、私は辛辣なことを書かれるとやっぱりですね、落ち込みはしなくても、例えば10分か15分ぐらいはそのことはやっぱ頭から離れなくなりますし、アマゾンで一つ星ついたら次の日もうーんってことを思い出したりしますので、結構普通なんですよね。じゃあ何が違うのかって言った時に、まああまりこだわらないっていうことですね。まあいいかっていう感じですよね。皆さん方ね、なんていうかすごい真面目すぎるんですよ。ほとんどの人がそうだと思うんですけど、人生に対して真面目だし、例えば仕事に対しても真面目だし、勉強に対して真面目だし、家族や恋人に対しても真面目で、非常にこう真面目で一生懸命で真摯で頑張り屋の人が多いと思うんですね、世の中ね。で全然違いますからね。まあできなきゃできなくてもいいやとかね、例えば何か間に合わなければ、まあ、明日早く起きて取り返せばいいやと。だから徹夜で仕事することが私は皆無ですけども、今日うまくいかないから明日起きてやれいいやって話で、結構いい加減なんですよ。このゆるさっていうのがとっても私は重要なんじゃないかなというふうに思います。私風の表現で言うと、のれんのように生きる。のれんってありますね、こういうふうにね、お店とかに入るときにこう押せばふっと開くけど、パッとまた元に戻るというですね、まあのれんに腕押しってこともありますけど、こうやって押しても力が全く入らないので手応えがないということでございますけど、あんまり物事を真に受けない方がいいです。私はいろんな物事、いろんな情報を得るし、いろんなものすごいたくさんの人に会うし、ものすごいたくさんの情報を得てるけども、まあ大体話半分に聞いているので、そんなにもストレスにもならない。自分のことを悪口を言う人ももちろんいるけども、それは1億2000万人も人がいるわけだから、まあその中でもほんの一部だろうねぐらいにしか思っていませんっていう形でですね、もっと皆さんのれんのようにですね、みんな鉄板のようにね、しっかりと生きないと何か悪いんじゃないのっていうふうに思ってる人が多分多いと思うね。真面目に生きるっていうことはそういう感覚なんですよ。相手が何か言ってきた時、それをきちんとこう受け止めなきゃいけないみたいな、そういう部分っていうのは皆さんすごく真面目すぎるというか、一生懸命すぎるという、もっと肩の力を抜いて緩やかに生きてもいいのかなっていうふうに思います。まあこれ精神医学用語で言うとレジリエンスっていう言葉もあるんですけど、レジリエンスっていうのは心のしなやかさってことなんですね。でまさに私がやってることはレジリエンスの高い生き方なんですけども、別にそれは意識してやってるってよりも、なんとなく経験上ですね、嫌なことは遠ざけて、なんか楽しいことばっかりやってるっていう、ただそれだけの話なんですけども、結果としてそういうレジリエンスの高い生き方になっているなというふうに思いますね。だから一生懸命頑張る、真面目に生きるっていうことは、何か小学校や中学校で道徳の授業とかでそういう生き方がいいっていうふうに我々は習ってきたと思うんだけど、メンタル的に見ると非常に良くない。もうちょっと適当でもいいし、もうちょっと緩くてもいいし、もうちょっとなあなあでもいいし、もっと緩やかにのれんのように生きる。そうするとですね、精神的な強さっていうのは、さっき言った鋼のような強さってイメージと全く逆なんですけど、のれんのようなこのふわふわとした感じの方が、実はものすごいストレスが来た時もふわっと避けることができるということになってきますので、精神的に強くなるのではなく、精神的にしなやかにですね、緩やかになった方が結果として精神的に強くなれるんじゃないかなと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。